試合後か、コーチシマントスやりますか。スタメンはもちろんユウナとエリカに入れ替えます。できたんだな。キータハルカでいきます。おっと近い。ヨナミネ早い。キラリ。さあ。どんどん課題いただいてますね。ああ、いいっすね。さあ、チャンスです。ナーコ。甘くはなかった。さあ外に出ました。チャンス。外してしまった。さあ再び、もうほとんど時間がない。これ練習試合終了です。チャンスは作るものと決定機を活かせませんでした。さあ、オファーを見ていきましょう。結構安い選手が出てますね。いません。さあ、ここでですね、
コメントいただいた方から、キーパーのはるか、ですね、移籍したばっかりのはるかですが、肉体改造をやるといいんじゃないかってことを言われました。体格は変わるんですかね、肉体改造をやると。ほっとも肉体改造を今選べないんですけどね。肉体改造をやるには何の能力がいいのかな。ウェイト、ダッシュ、ストレッチで今ダッシュがないということですね。おっとごめんなさい、ウェイトとストレッチはやっちゃダメってことですね。キチンのセーブ、起きて破りの、フレッシュ。さあ、いよいよチェスト鹿児島とぶつかります。戦っていきましょう。メンバーはもうこのままでいいよね。最後に入れるだけか。ハルカを2分に変えて、ソナをリオに変えましょう。スピードに入れます。いいような気はするな。だってジャネットと、マナミ、マナミかな。バランスはいいんですけどね、マナミも。トップはまあ3トップなんですけど、一人これ抜け出てる感じかな。そのアタッカーはクランカリバーズ、クランカリバーズ、クランカリバーズということで応援しております。さあキックオフです。ちょっとピンチが早い。助けをキャッチはいつも好判断ですね。さあこれ結構マークが厳しい。うまくかいくぐった。危なかったですけどね。さあ誰だ、サチコだ。破られました。さあ戻っていきます。慌てて守備陣形だから戻るんかな。攻撃だったら積極的に前に行くってことですよね。危ない。さあこれで幸子入った。先取点。そうですね。
まあ当然だろうって安心してはいけないです。やっぱりチェスト鹿児島も強豪チームですからね。サチコヘディング見事でした。ちょっと思ったより右に行ってキーパー追いつけなかったみたいですね。安心もできないぞ。ファウか。さあ早くもチェスト鹿児島、選手変えてきます。さあくるみチャンス、落ち着いて決めた。2点目、さすがです。このところのくる、こういうくるみが強いんですよね。見事に、決めました。2点目です。ピンチです。ちょっとこれは無理があるぞ。さあ気をつけろ。直接入れられました。木林、うわこれは鋭いな。さあ2対1ですね。今ファールじゃない。さあこれちょっと危ない。これファールなんかよ。今度は変にだが、これは高い。さあくるみがボールを得て超えました。早い、くるみとにかく早い。今度は緑、あーっとこれは決めてほしかった。おお、ボールの取り合いをファールですね。結構痛がっているのは気になります。さあほとんど最後の守備でしょう。これで前半終了です。お、なんとクラリス以外は3持ってますね。早くクラリスに変えても逆にいいかもしれない。AI に変えましょう。これで落ち方を、他の選手のスタが動いてスタミナ落ち方を減らすこともできます。動きは硬いって言われてます。捉えてしまった。取ったとこまで良かったんですが、ちょっとゴール前流れた。ゴールキックになります。さあうまく越えた。さあここに飛び込んできた緑、ゴール決まった。今度は決めました。再び2点差。大きいですね、2点差になったのは。1点差と2点差では全然安全、安心感が違います、お手本のような展開ですね。お手本のようなゴールまでの展開。おお、緑は越えられなかった。ちょっと揺さぶられてる感じです。ちょっと選手の交代の様子を見ましょう。幸子が疲れてます。まどかに変えます。節子かな。山美と美雪やったらどっちにするかですよね。よし、ジャネットを美雪に変えて入れましょう。さあこれで交代枠を使い切りました。
さあ裏を変えてくるみが、これはちょっと無理があった、弱かったですよね。さあ気をつけろレオン、ナイス。さあ下がっていきます。さあ外へ、相手のフリースローです。スローインか、フリースローってバスケですね、バスケがしたいですになっちゃいます。さあこれはちょっと間に合わなかった、相手の守備のマークも厳しかった。さあ相手のフィールド、こちらのフィールドが入るまでは結構、あーっとやばい、あー1点差に再びなってしまいました。守備が機能してないですね。動いて取りに行ってもよかったですよね。ここ棒立ち、守備棒立ち、ねえですね。さあおーナイス、緑がさミオに、ミオも抜けた、鮮やか、直接落としたらよかったですよ。これとは試合終了か、勝ちました。ミオが結構すごいスーパーですよね。これはうまかったんだ、私助かりました。さあ先制したらなんと幸子でした。ヘディングでこううまく見てるんですよね。でも守備もついてるのかかわらずそれかいくぐったのは強かった。さあクルミがこう落ち着いてしっかり決めました。このとこことこはここにクルミ音ですよね。反則から栗林に決められて1点差になってしまいます。さあこれは高かった。さあこちらもチャンスを作ります。くるみだがこれは決めなかった。ただ後半に入って11分、サヨのパスからヘンミのボ、これは見事なボレーだ。大きな1点でしたね、結果的には。さあくるみちょっとこれ追加点焦ったか、シュートの力が弱かった。後半40分、いいナイス、守備がナヤが、完全に裏目に出てますよね。緑のトラップ、ミオが越えてこれシュート打っちゃうんですよね。これは弱い。試合終了でした。さあシュート数は少ないんですよ、ほとんど枠内に決めているのが強い。課題もそれにいただいてます。で3位ですね、3位に浮上です。リマセ大阪を上回りました。逆にツコメガガマと1点差ですよね。キャピタル東京とも4点差、まだ逆転のチャンスありますね。これだと10勝4敗です。残留決定です。はい、ということで3位に上がったところで次はキャピタル東京ですね。あ、移籍選手がいなくなった。
ピで今回の試合も勝つことができました。次はですね、いよいよ強豪キャピタル東京首位ですね。なので天王山になります。ここまで来たら首位も狙える位置に来たんで、本気で勝ちに行きたいですと思います。応援よろしくお願いします。応援という意味で言えば、チャンネル登録、今900人を超えております。あと100人で1000人になります。1000人になれば収益化も可能になりますので、再び可能になりますので、また、ゲーム動画に弾みがつきますので、ぜひぜひチャンネル登録してご支援よろしくお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。